悪魔執事と黒い猫続きからプレイしていきたいと思います。とうとうメインストーリーが更新されましたね。なんかね、イラストが不穏だった。花丸がラトになんか刀突きつけてたんだけど、何だったんでしょうか。あ、訓練開始って書いてある。じゃあ訓練してるわ。まあやっていこうか。不穏な動きから見ていきましょう。誰がそんな不穏な動きしているの。第1話、不穏な動き。はいはい。夕飯の処刑が行われてから数日後。生きてっけどな。さすがに気づいてんじゃない、夕飯生きてるって。サルディス家。入れ。失礼いたします。夕飯の死亡は確認できたか。は、竹林の奥で夕飯が着ていた服が見つかりました。また発見された現場には大量の血の痕跡が残っており、おそらく虎に襲われたものと思われます。こちらがその服ですが、見せしめのためこれから町に張り出す予定です。なるほど。他に夕飯の死亡が確認できる証拠は見つかっていないのか。あ、もうこれ絶対バレてる。やつの遺体や虎に食われた痕跡でも構わんが。いえ、何も見つかっておりません。そうか、吹雪様。もうバレてるんじゃないこれ。吹雪様、急ぎお伝えしたいことがございます。入れ。失礼いたします。吹雪様、南北に配置している偵察隊から連絡が入りまして。どうした。両京に南と北の貴族たちの軍が集まっているとの情報が。え、戦争する気満々これ。何。まだ攻撃は仕掛けてこないようですが、現地はかなり緊張した状態が続いているそうで。わかった、至急南と北に軍を増派しろ。ただまだ攻撃はするな。それぞれ大量の兵を動員し牽制を強めるんだ。承知いたしました。貴様の部隊も今回の作戦に加われ。いいな。承知いたしました、吹雪様。では失礼いたします。一体何が起きようとしているの。はあ、夕飯。あの裏切り者が本当に死んだかどうか確かめておきたかったが、そんなことをしている場合ではなくなったな。ラッキーだね、夕飯。でもいずれバレるよな、絶対。ふむ。まさか南北から同時に攻めてくるとは想定外だった。やつらめ、我らサルディス家の覇権に挑むため同盟を結んだか。しかし南と北の貴族が同盟を結んだところで我らサルディス家の敵ではない。たかが小貴族ごときが我らに戦争を仕掛けようなど、随分と舐めた真似をしてくれる。ふむ。だがこれも私を含めサルディス家代々の当主たちの力が足りなかった結果か。我々は悪魔執事に代わる天使への対抗手段を確立できなかった。そのせいで数千年前に築いた我らの地位は見る影もなく落ちぶれてしまったのだ。まあしょうがないよな、悪魔執事明らかに強えもんな。だからこうして今東の大地に点在している小貴族どもが、私から東の大地を治める大貴族としての座を奪うため内乱を起こそうとしている。夕飯よりもそっち見せしめにした方がいいんじゃねえか。そもそも圧倒的な力を持っていればそんな気など起きるはずがないのだ。我らサルディス家は力を取り戻さなくてはならない。グロバナー家に奪われた地位を私の代でもう一度我がものとするのだ。そのために何としてでもあの計画だけは成功させる。もう失敗は許されない、絶対に。あの計画とは一体何。まだ分かってないよね。分かったっけ。俺が忘れてるだけじゃないよね。あ、なんかのんきな空気が雰囲気が出てきたよ。夕飯を救い出した日からもうすぐ半年が経とうとしていた。めちゃくちゃ日数経ってた。約3ヶ月前、彼らが新しい悪魔執事として仲間に加わってからデビルズパレスの雰囲気も少し明るくなった気がする。やはり新しい仲間が増えてみんな嬉しいみたいだ。別邸の執事たちも少しずつ黒花家からの依頼をこなし、だんだんと悪魔執事としての仕事にも慣れてきているようだった。そんなある日、何が起きた。俺はルカスに連れられ別邸の執事たちとグロバナー家の本邸に来ていた。ん？グロバナー家本邸。
いいね、青を基調とした感じ。主様、あ、おしゃれ。さあ主様着きました。またルカスさん清掃だね。はい、この先で貴族様がお待ちですよ。案内ありがとうルカス。のお、花丸も似合ってる。扉でっか、さすが貴族、金を持ってるね。おテリーも緊張してる。あの夕飯顔出して大丈夫？こんなところに結構問題になるんじゃない？サルディス家にバレないかな。あのテディさん、え、あ、何ですか夕飯さん。大丈夫ですか？緊張なさっているみたいですね。大丈夫ですか？大丈夫ではありませんね。これから貴族の皆さんに何を言われるかと思うと。はい、それを言うなら私だって元サルディス家の人間ですから。まあそうだよね。夕飯さん、テディさん、大丈夫、私たちがそばにいます。毅然とした態度で臨みましょう。そうですね。もし私たちはこちらに追わせられる主様の執事なのですから。はい、そうですね。ふう、ああそうだぞテリーちゃん、うん、相変わらず余裕ありもっとリラックスリラックス。あなたはリラックスしすぎです、花丸さん。さてそろそろ時間だね。みんな心の準備はできたかな？はい、では主様参りましょう。行くんだね。何をつつかれるか分かったもんじゃないもんな。お、貴族への報告。車の開け会議室。部屋の中に入るとフィンレイ様をはじめとした、貴族たちが待っていた。部屋は静まり返り、ただならぬ緊張感に包まれている。ドキドキ。お、何の音？その直後、静寂を切り裂くように鐘が鳴り響いた。ふむ、では会議を始めるとしよう。まず誓いの言葉を。うん、さあほら教えたようにやってごらん。え、俺から？マジかよ、緊張してる。さあ、はいはい、言えばいいんだろう。グロバナー家の検証に従って俺たちは、その花丸なんか違うような分かってない、絶対覚えてきてないよ。テディちゃん、なあテディちゃん、次なんだっけ？おいおい、この場で。え、もう忘れたんですか？今朝あれだけ復唱したのに。ほらほら、いいから早く、次次。まったくこの人は。夕飯呆れてる。私はグロバナー家の検証に従い、何事も隠さず真実を述べることを誓います。はい、私も誓います。はい、俺も誓います。ああ、誓います。チャライ。俺も誓います。ルカス、知っての通りここは厳粛な場だ。次までにそこの彼に誓いの言葉を覚えさせておくように。怒られたじゃん。承知いたしました。やれやれ、大貴族様は意外と細かいんだね。そういうこと言うんじゃないよ。あ、花丸さん、何か言ったかい？いえ何も、大変失礼いたしました。グロバナー家のご当主様。やめろやめろぞ、喧嘩を売るような態度。よろしい、許してくれた。ヒヤヒヤするな本当に。さて今日は悪魔執事から報告があるとのことだが。はい、あのこの度新たに3人の悪魔執事が仲間に加わったことをご報告いたします。左から川上花丸、テリーブラウン、そして東雲夕飯です。はい、以上3名はすでに悪魔との契約を終えております。つまりもう天使と戦えるというわけかな。いえ、まだ今すぐの実戦投入は考えておりません。そうですね、まずは訓練を積み悪魔の力を使いこなすところから始める予定です。そうか、基本的に悪魔執事のことは悪魔執事に任せる。だが遅くとも半年以内には実戦投入できるように進めるように半年と言わず
1ヶ月で実践投入できるように努めます。こう、うまいこと言うね。でもいい上司だな。半年もくれたって考えると、もともと3人はみんなね、戦いが得意だからね、1ヶ月で確かにいけそうかも。彼らは相当腕の立つ剣士たちです。必ずやお役に立つとお約束しましょう。なるほど、わかった。ではまた1ヶ月後、経過報告を聞かせてもらおうか。はい、承知いたしました、フィンレイ様。いいね、ルカス先生、ビシッと決まってんな。いつものふんわりとした雰囲気はどこへやら。もう余計なこと言うなて。そうだな。なあテリーちゃん、この感じだと今日は早く帰れそうだな。そうですね。さて、それでは今日の会議はこれで。急に何。お待ちください、フィンレイ様。その者たちを本当に悪魔羊として認めるおつもりですか？おお、出てきたぞ。絶対に反感食らうと思った。え？テリー・ブラウン、彼は数ヶ月前、機密情報を漏らし、副隊長の席を外されたばかり。ハウレスの居場所を明かしたことか。あ、問題といえば確かに問題だからな。ましてや、東雲夕飯はサルディス家の軍を率いていた軍人だと聞く。まあ確かに。その者たちは信用なりませぬぞ。花丸だけ許された。一番態度悪かった花丸許された。ふむ、まあしょうがないよな。おっと？なんか雲行きが怪しくなってきた感じ？確かにその通りだ。川上花丸。彼も東の大地から来た人間だそうだな。もしや、この男もサルディス家が送り込んだスパイかもしれぬぞ。ああ、花丸も。フィンレイ様、どうかお考え直しを。ふむ、考え直すとはどういう意味かな？それはもちろん、彼らではなく、信用できる悪魔執事、信用できる人間を悪魔執事に。かといって誰でもね、悪魔執事になれるわけじゃないからな。ふむ、信用できる人間か。その上で悪魔執事になれる条件を満たした人間。そんな貴重な人間を見つけるのに、あとどれくらい時間がかかるんだろうね。それは、悪魔執事に投げれるるるるした、待てない。なれる人間は限られている。それが現実だ。フィレイ様が執事をかばった、基本的にはいい人なんだよな、きっとこの人。皆さんの懸念は理解できる。だが、今人類と天使との戦いは新たなフェーズを迎えている。二人の知能天使、セラフィムとケルビム。悪魔執事が束になって挑んでも捕獲できなかった相手だ。そんな強大な力を持つ者たちが、いつ攻めてくるかもわからないこの状況では、ある程度のリスクを負ってでも悪魔執事の状況を測るのが得策かと思う。聡明な貴族の皆さんには、どうか対局から物事を判断してほしい。黙っちゃった。ここまで迅速に戦力強化に動いてくれたデビルズパレスたちの者たちへ。デビルズパレスの者たちへ。グロバナー家を代表し、礼を言おう。感謝する悪魔の主よ。お礼を言うなら執事たちに。いや、俺は何も。もう俺のことで、執事たちにで、俺何もしてないよ、本当に。ルカスもよくやってくれた。いえ、デビルズパレスのみんなの協力があってこそです。さて、他に意見のある者はいるかな？黙り込んじゃった。もし気がかりなことがあるのなら、遠慮なく私の部屋に来てくれ。冷静に話し合い、グロバナー家のためになることをしよう。貴族たち弱。では、これにて本日の会議を閉会する。バイバイ。貴族ちょろかったな、あいつら。一瞬で黙っちゃったよ。お、第3話。当主の責務。お、周囲は何もできないぞ。しばらくして。会議が終わった後、俺たちはフィンレイ様に呼び止められた。忙しいところを呼び止めてすまない。いえ、大丈夫です。ずっと君たちに謝らなければならないと思っていたんだ。おいおい、本当にいい人なんじゃないか、これは。謝る？ハウレス君のことだよ。あの時は彼を投獄し、傷つけてすまなかった。彼から情報を聞き出してほしいと、
監視に伝えたのは私だが、まさか拷問まがいの取り調べを行っていたなんてね。そういう行為は私が当主になってから禁止にしていたはずだったんだが、あ、本当にいい人っぽいこの人。私の管理が甘かったせいだ。今後このようなことが起きないように再発防止に努めよう。フィンレイ様、よろしくお願いいたします。もうフィンレイ様って言っとこう。もう簡単してるしゅやん。ルカス、彼の容態はどうなんだい？ちょっと待ってなかった今。順調に回復していますよ。めっちゃ元気で、もう元気ってないや。めっちゃ元気、ちょっと待ってね。元気だよ。もうテリーと修行してる。私としてはもう少し休んでほしいくらいですが、本人はもう戦えると言っています。そうか。ハウレス君に後日私の部屋に来るよう伝えてくれ。グロバナー家当主として彼にも謝罪をしたい。いい人。はい、承知いたしました。まさか悪魔執事に対して当主様が直々に謝罪をするなんて、まあ、ちゃんと敬意を払ってくれてるってことなんだよな。中央の大地では悪魔執事は貴族から虐げられているのではなかったのですか？まあ多少はね、多少はつか、まあ結構虐げられてるか。もしかして当主だけは悪魔執事の味方か？てか普通みんな味方になれよって思うよな。命がけで守ってくれてんのに。だから今日は羊たちをかばって。平等なんだろうな、きっと。勘違いはしないでもらいたい。私が君たちをかばったのは悪魔羊の味方だからではない。合理的に考え、グロバナー家の繁栄のために最善の手を取っただけだ。ふむ、そうだね。この際だから私の考えをはっきりと伝えておこう。私は君たち悪魔羊の味方ではない。ひどい。ただ他の貴族のように闇雲に君たちを虐げることもしない。まあ平等なんだろうな。え、先代の当主たちは皆君たちを虐げてきた。私もそういう教育を受けてきた人間だ。だが私は先代の当主たちとは違う。グロバナー家の繁栄が当主である私の責務だ。君たちを虐げることが私の仕事ではない。だから君たちがグロバナー家のために働くならば、私は引き続きサポートをしよう。ただし我々に背くというのならば、相当な覚悟をしておくように。以上だ。わかりました。はい、わかりました。なるほどね。あくまで俺らは駒扱いってことね。あ、ちょ、花丸さん。だけどさ。でもまあグロバナー家の当主って案外いい人じゃん。要はグロバナー家に背かなければ不当に扱うことはしないわけでしょ。うん。つまり俺らがいい子ちゃんでいればあとは自由ってことだ。話が通じるやつでよかったわ。じゃあこれからよろしく頼むぜ、当主様。うん、相変わらずチャラいこの人。怒ってる。あれあれ、もしかして俺と握手するのは嫌？私はまだ君たちを完全に信用したわけではない。東の大地出身の川上花丸くん、元サルディス家の兵士東雲雄飯くん、そして市場を挟み機密情報を漏らしたテリー・ブラウンくん。まあしょうがないよな。判断としては間違いではない。君たちを信用するかどうかは今後の行動次第だ。グロバナー家を裏切るようなことがあれば分かっているね。では私はこれで失礼するよ。長く引き止めて悪かった。1ヶ月後の訓練報告楽しみにしている。まあでも俺好きだよ、フィンレイ様。やっぱこう誰かをなんか特別視したりとか差別したりしないっていうのはいいことだと思う。いやー疲れた。やれやれ。主様たち、いつもあんなめんどくさい会議に出てるのか。かしこまりすぎて肩が凝っちゃったよ。え、あれで、うーん、全然そんな風には見えませんでしたが、まあ、チャラかったよな。いやいや、あれでもだいぶ我慢してたんだぜ。ああいう堅苦しい会議を見てるとさ、つい茶化したくなっちゃうんだよな。もう最悪。主様の執事だから我慢したけど。我慢して当然です、執事である以前に人として。だけど緊張して疲れたのは
確かですね。だけどみんなのおかげでうまくいったよ。主様。主様もお疲れ様でした。みんなもお疲れ様。本当にな。ありがとうございます。お優しいお言葉ありがとうございます、主様。それにしてもお茶でも飲んで一服したい気分ですね。いいね。夕飯、俺濃ゆくて熱い緑茶が飲みたい。おや、入れさせるんか。そうですか、ご自分でどうぞ。冷たい。ねえ、テディちゃん、夕飯の反応が淡白で冷たいんだけど。うん、自分で入れましょう、花丸さん。うん、どまい。コツコツ。あの、皆さんお帰りなさい。主様。ただいまベリアン。お帰りなさいませ、ごえ主様。ただいまベリアン。むその様子ですと貴族の皆さんへの顔見せはうまくいったようですね。うん、フィンレイ様が理解のある方で助かったよ。だけど、ただ貴族の信頼を無条件で得るのも難しいから、少しばかり強気な条件を出してしまったけどね。んと言いますと？もう1ヶ月で羊たちをね、完成させるって言っちゃったからね。クローズ。第4話？悪魔羊の訓練。もっとビシバシやっていくしかないな。だからあれか、ラと花丸さんに転がされてたのか。なるほど。新しい羊のご参加を1ヶ月で実戦投入が可能な状態まで訓練すると。だけど彼らなら十分可能だよね。はい、ええ、妥当な線だと思います。そうですね、もともと実力を見込んでお誘いした皆さんですから。なあ、その訓練のことだけど、どっちかっつうと悪魔を使う訓練だろうな、きっと。具体的には何をすんの？あんまりめんどくさいことだと俺の何らかの持病に触りそうなんだけど。めんどくさがり屋なだけ。持病ってあなたのはただの軽病でしょ。訓練というのはね、まず天使と戦う術を身につけるところからだよ。天使との戦い方、悪魔の力の使い方、それから他の羊たちとの連携と、うん、覚えることは山ほどある。それを1ヶ月で全てこなすんだ。まあもともと実力のある君たちだからさほど心配はしてないけれど、不安があるとすればチームワークかな。チームワークですか。やばいじゃん、花丸と夕飯やばいじゃん。うん、うん、別邸に住む君たちは普段の生活を共にするだけでなく、そうだね、戦闘の時もチームを組むことが多いからね。戦いの上では互いに連携を組むことが何より重要だよ。はいはい、ルカスさんの言う通りだと思います。というわけで仲良くしましょうね、花丸さん、夕飯さん。テディがこの二人の空気をね、うまいこと取り持たないといけないからな。努力します。もうダメそうじゃん、めちゃくちゃ嫌いそうじゃん。そうだね、とりあえず肩でも組もうか、夕飯。無言で体を遠ざけた。もうダメそう。うん、まあゆっくり距離を縮めていけばいいか、ルカス先生。でもさ、ルカス先生、連携が大事って言うけど、3階のナックとラムにもだいぶバチバチしてるだろ。あのさ、あんなんで本当に戦闘中に連携が取れるのか。まあ確かにナックとラムにも大概か。もちろんだよ。ほらほら、私たち意外とチームワークがあるんだから。例えば君たちと3対3で模擬戦をしたら、うん、きっと私たちが勝っちゃうと思うよ。そうですか。あの、やってみなければわからないと思いますが、ちょっとやってみるしかないな、これは。ふっかけられたらな。おいおい、ルカス先生、若い奴らを煽らないでくれよ。巻き込まれて苦労するのは俺なんだから。とにかく仲の良さがチームワークに直結するわけじゃない。お互いの強みと弱みを知り補い合って戦う。そうだね、それが本当のチームワークじゃないかな。うん、チームワークですか。うん、お互いの強みと弱みを知るね。わかった。よし、わかった。それじゃあチームワークを深めるためにまずは夕飯の弱みを知ろう。何が一番苦手だ。、ね、その系距離の詰め方がうざがられるんだと思うよ俺。花丸さんにだけは絶対に教えません。おっと、あら残念。
弱みを握るチャンスだったのに。言い方、前途多難だな。大丈夫かな、本当にな。それでは明日には訓練を出発しますので、あの、皆さんも準備をお願いしますね。え、出発？どこかへ出かけるの？はい。お、ここから南西の訓練キャンプへ向かいます。そんなものがあるの？あの、そこは悪魔執事のために作られたキャンプで、集中して訓練するには最適な場所なのですよ。悪魔執事のための訓練キャンプですか。なるほど、そんな場所があったんですね。はい。新人の悪魔執事の皆さんはまずはそこで訓練を積むのです。人里離れていますから、悪魔の力を存分に発揮できますし。そうですね。訓練中に間違って屋敷の窓を割る心配もありません。間違って割る人いるの？なるほどね。ってことは昔窓を割ったやつがいたんだな。まあ間違いは誰にでもあるからね。ルカスさんが割ったの？大昔の話ですよ。はい。訓練場にはハウレス君とフェネス君を含め数名が先に向かっています。久しぶりに訓練場を使うので準備が必要ですから。あの、皆さんも明日出発しますので、そのつもりでいてください。主様。主様もお忙しいところ恐縮ですが、よろしければご一緒に来ていただけませんか？もちろん来られる時で構いませんので。わかった。ありがとうございます。深夜も特訓する？筋トレしちゃう？ありがとうございます主様。うん。それじゃあ花丸さん、夕飯さん、部屋に戻って荷造りを始めましょうか。そうだな。1ヶ月ってことは。花丸さん、お酒の持ち込みは禁止ですよ。花丸さん、これは訓練ですから。もう先に釘刺されたね。まだ何も言ってないじゃん。てか俺の心が読めるの？はい。いえ、ですがこの数ヶ月で大体の生態は把握しました。生態とか言われてんだけど。生態って、俺は野生動物かよ。花丸さん、お酒はダメですよ花丸さん。だけどコーヒー豆ならいいですよね。なんか手にもなんか似たり寄ったりなこと言ってんだけど。ええ、構いませんよ。おコーヒー豆は OK でだ。そうですね。私も美味しい紅茶を持っていきますから。ラッキー。よかった。どんな時でもやっぱりコーヒーがないとね。主様。主様にも美味しいコーヒーを入れて差し上げます。ありがとう。そうですね。私も煎茶を入れて持って参りましょう。俺はサイコロとカードでも持っていくかね。もう遊ぶ気満々なんだけどこの人さっきから、はあ、おいおい、遠足に行くんじゃないんだぞ。だけど楽しいのは確かっすよ。あ、ボスキさんとアモンさん。アモンも行ったことあるんだ。トレーニングしてきたの？そうっすね。今ではいい思い出っすよ。執事になって間もない頃、2階のみんなと訓練キャンプに連れて行かれて。俺最初はひねくれてたんだけど、屋敷に帰る頃には少しだけみんなと打ち解けられてたっす。おってことは夕飯と花丸もワンチャン？なるほど。つまり構成の効果も期待できると。うん、構成しようとしてるね。俺は善良な大人ですよ。もっといい大人になりましょう花丸さん。もっといい大人になろうとか言われてる。もうどんまい。ところでボスキ君。ねえねえ、ここにいるということは別邸の内装作業はもう？そうだな。ええ、ちょうど終わったところです。別邸の内装作業？夕飯たちの部屋直してくれたのかな？そうっすね。一応普段住む場所は出来上がってたんすけど。ボスキさん、こだわりが強いっすからね。内装こだわるって言ってたもんな。細かいところまで調整してたんすよ。おっと、そいつは楽しみだね。ありがとうございます。え、ボスキーさん、あの、早速見に行ってもいいですか？ああ、もちろんだ。どうだ、よければ主様も来るか？見に行っていい？行っていいの？ぜひ見たい。行っていいの？ああ、好きなだけ見てくれ。 OK。 ボスキーさん、気持ちはわかるっすよ。ボスキーさん、
自分の納得のいく仕事ができたら、誰よりもまず主様に見てもらいたいっすよね。アモン、お前先に訓練キャンプに向かったらどうだ。言われてる。やだな。そんな怒んないでくださいよ、ボスキさん。主様。それは主様、私は3階の執事とみんなと3階の執事のみんなと先に訓練キャンプへ向かっています。 OK。 また後ほどお会いしましょう。うん、また後で。バイバイ。では、それでは一旦失礼いたします。ちょ、みんなの部屋見に行くか。あ、終わった。じゃあ区切りもいいし、一旦ここまでにしましょうかね。次回はみんなの別邸の部屋探索。ここ別邸。あー、なんかちょっと花丸の雰囲気も、花丸に夕飯の雰囲気も出てる。テリーの雰囲気はあんまりないかもしれない。まあ他の部屋がそんな感じなのかな。テリー風になってるのかな。どうなんでしょうか。まあ一旦終わります。終案でした。またね。